愛知県の大村知事へのリコール運動をめぐる署名偽造事件で、ついに容疑者が逮捕されました。大村知事へのリコール運動をめぐる署名偽造事件で、警察は、19日、偽造に関わったとして、リコール団体の事務局長、田中貴博容疑者、59歳、妻の直美容疑者、58歳、次男の正人容疑者、28歳、それに、団体の会計担当、渡辺道代容疑者、54歳の4人を逮捕、強制捜査開始から3ヶ月、民主主義の根幹を揺るがす署名偽造事件は、大きな転機を迎えました。今回逮捕された田中容疑者が、名古屋の広告関連会社に、およそ470万円で、アルバイトを発注したと見られています。その後、下請け会社のポスティング会社を通じて、アルバイトを募集。佐賀市に集められたアルバイトが書き写しをしたとみられます。そして、妻の直美容疑者や次男の正人容疑者は、その現場に立ち会っていたとみられます。警察は、19日、4人の関係先を一斉に捜索、署名偽造事件の全容解明を進める方針です。次男の田中正人容疑者が自宅マンションから出て、愛知県警の捜査員に連れられ、警察車両へと乗り込みました。大村知事へのリコール運動をめぐる署名偽造事件で、警察は今日偽造に関わったとして、リコール団体の事務局長、田中貴博容疑者、妻の直美容疑者、次男の正人容疑者、それに団体の会計担当、渡辺道代容疑者の4人を逮捕。強制捜査開始から3ヶ月、民主主義の根幹を揺るがす署名偽造事件は、容疑者の逮捕で大きな転機を迎えました。大村知事リコール署名、ちゃんとやってくださいよ。ここで最後の署名ができます。ぜひお願いします。去年8月から10月にかけ行われた大村知事へのリコール署名活動、その発端は一昨年の愛知トリエンナーレです。企画展表現の不自由展その後で、慰安婦問題をテーマにした少女像や昭和天皇の写真を燃やす作品が展示されると、主催した愛知県への批判が殺到。愛知県民にとって恥ずかしい、県民に現実を知っていただいて、で改めて判断を仰ぎたいと。高須クリニックの高須克也院長や河村隆市長らが中心となり、大村知事へのリコール運動へと発展しました。しかし、去年12月提出されたおよそ43万5千人分の署名のうち、選挙管理委員会に8割以上が無効と判断されたのです。東海テレビの記者が実際に署名簿に名前の載っていた人を訪ねてみると、この筆跡には全然覚えがないですね。書いてません。それは私ですけど字が違うな。署名偽造疑惑が発覚したのです。署名偽造は愛知県から遠く離れた佐賀市で行われたとみられます。署名を書き写すアルバイトをしたという男性です。愛知県の リコールしますみたいな書いて、でもすぐにもう100人近くの人間が黙々と作業してて、もう行った瞬間もうおかしいなと思いました。こういう名簿束がどさっと置いてあって、で転記するような名簿があって、でそこにもう名簿を見ながら書き写すようにって、そういう指示がありましたね。男性は人材紹介会社からの案内で、時給950円で書き写しの作業に参加したといいます。書くところが確か10箇所ぐらいあるんですよね。ただなぜか指示がですね、7人までにしてくれ、8人までにしてくれとかってさ、10人こう回ってたらなんか怪しいと思われるでしょうね。それで7人とか8人ぐらいまでにして書いてくれっていう、そういう指示がありましたね。はい。
署名偽造疑惑発覚後、リコール団体側は明確に何の関係もありません。もしやるんだったらもっと堂々と大掛かりにやります。みんながあっと驚くような本当に貧乏くさい。本当にお騒がの、状況の中で今田中が言ったのか言ってないのかこれ言ってません。具体的に支持者は知りません。お騒がの業者はどうか知りません。発注書出してるか出してないか出していません。契約もしてません。警察は地方自治法違反の疑いで提出された署名を押収、リコール団体の事務所があった建物に家宅捜索に入るなど捜査を進めてきました。そして今日逮捕されたのは事務局長の田中容疑者ら4人。4人は去年10月アルバイトを動員して大量の署名を偽造した地方自治法違反の疑いが持たれています。これまでの関係者への取材で浮かび上がってきた署名偽造の構図です。リコール団体は高須委員長がトップ、河村市長が支援する形で活動していました。今回逮捕された田中容疑者が名古屋の広告関連会社におよそ470万円でアルバイトを発注したとみられています。その後、下請け会社のポスティング会社を通じてアルバイトを募集、佐賀市に集められたアルバイトが書き写しをしたとみられます。そして妻の直美容疑者や次男の雅人容疑者はその現場に立ち会っていたとみられます。警察は4人の認否を明らかにしていませんが、逮捕前東海テレビの取材に対し4人は次のように話していました。否認はしない、僕は寡黙です。ああ、なるほど。寡黙しちゃうにしちゃうんですね。になるんじゃないかな。だって警察に罪を作らしかんじゃん。調書を作って、それ彼らは一つのロジックではめてきますよ。だけどもしそれが裁判で僕ひっくり返してそれで勝訴したらどうするんですか。次男の雅人容疑者は全然もう本当にリコールに関与はありましたか。君のところで分かったな。雅人さん分かったか。分かりました。分かったか。次のんだ。別の日にはお聞きしたいのはリコールの関与があるのかどうか。あのニュースで佐賀に行ってますよね。そうか、そう行ってないです。何工業行ってるの。いや、あの何工業行ってんの。見たっていう人がいる。何工業行ってんの。目撃情報がガタ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 。質問にお答えいただきたくて、このハイニュースで佐賀に行ったんですよね。お父さんの指示ですか。質問に答えてもらえないと困ります。田中さん答えてくださいよ。一方、妻の直美容疑者はちょっとだけお話伺えないですか。あのリコールの件でちょっとだけお話伺えないですかね。会計担当者の渡辺容疑者は全然じゃあリコールとかは関係ないですかね。全く関係ない。ご存知ないですか。別の日にはいつだったらお話聞けます。お話絶対聞けますか。もちろんです。田中さんとかの取材もしていて、道夫さんも見られてます。見てないです。もうその手に関しては、時期が来たら話していただけますか。思いもやっぱりあると思うんですよ。ありますよ。道夫さんの東京来たらお約束いただけますかね。約束で。記者に対し時が来たら話をすると笑顔で約束していました。約束です。すいません。今は本当にいろんなことがあって、ご自身の中でも結構パニックなってますよ。じゃあお約束いたしましたんで一度じゃ約束しましたんで。一方、事務局長らの逮捕についてリコール団体のトップ高須クリニックの高須克也院長は次のように話しました。
去年から自分は真っ黒黒だって逮捕されるって言い続けてますから、田中さんは。なんで今頃なんだろうなと思って。あ、逮捕は驚きません。まあこれでちゃんと全容が明らかになって、河村さんは本当に関与が全くなかったんだということははっきりすると思いますよ、これで。なので、まあ、ぜひあの事務局の皆さんには本当のことを喋ってほしいと。全ての活動の起点がスタートが河村氏の発案で始まったことでありますし、その慣れの果てがこの偽造捏造犯罪行為でありますから、首謀者であり河村氏が主導者でありますから、責任を取るべきだと。警察は今日4人の関係先を一斉に捜索、署名偽造事件の全容解明を進める方針です。